末優は、炉の公子、政治家。第十五代君主、漢光の四男。聖は姫、忌み名は友、送り名は聖。炉の実質的実権を握った、三観誌のうちの貴孫誌の祖。成瀬、もしくは岸猫と呼ばれる。炉の、第十五代君主、漢光の四、男として、生を受け、着兄で、第十六代君主、将校の重臣となり、他の兄弟の警護。 祝賀と共に代々三冠主として、炉の実権を握った。末優の名は、誕生時、昭泉に、友の字が見えたことに由来する。さらに、その際の占いで、皇室の忠席を担う人で、彼がいなければ炉は栄えないと極限される。存命中の1669年、1667年に、母の故郷である陳を訪問し、信仰を深める。また、 前6 6 2年には、三兄の祝賀が、当時既得だった将校の後継として、時系の刑法を擁立する動きを見せたのに対し、末ゆは祝賀に毒の入った酒を持って、自害に追い込み、自らの地位を確立した。前6 6 2年8月5日に、将校が没し、第17代君主の座に将校の子である孔子藩を擁立するが、六皇となった。 ご藩を刑保が殺し、その異母帝の公子刑を擁立したため、末優は陳に一時亡命することとなった。その後、貧乏が聖の漢公に、末優をろに帰国させることを訴え、漢公はこれを承諾し、末優は帰国した。その際、貧乏自ら末優を迎えに来たことから、末優は、貧乏からも絶大な信頼を得ていたことが伺える。しかし、 前6 6 0年に、露光の座を狙っていた慶保が、貧光も暗殺したために、末優は、孔子猿と共に今度は別の隣国の地に亡命することとなった。しかし、慶保は2代続けて、露光を視殺したことで、炉の大部の支持を失い、隣国巨へと亡命したため、末優は、孔子猿と共に帰国を果たし、彼を露光として擁立する。 その後強制送還された警を自害に追い込んだ後に、孔子猿こと気候から、炉の最小に任せられた。そして、サイトの有効に尽力し、炉校の座をめぐり混乱した炉の国政を立て直した。全644年3月に炉で生涯を終えた。死後、生を送りなされ、成り杖、あるいは吉下子と呼ばれる。なお、 この貴孫無一は末友に先立って病没したため、孫の貴孫高父が末友の後を継いだ。末友の子孫は貴孫氏として三冠氏の中で最も流星を誇った。ありがとうございます。